五流城は、広島県秋田方市公立にある日本の城跡、広島県指定史跡。五流城は、江の川と元村川の合流地点に突き出したような、半島上の丘陵に築かれた城で、尾根を掘り切りで断ち切った連閣式の山城である。本の丸は、石垣が現存しており、絡めてとなる西には大きく深い掘り切りを設け、背後を固めている。現在でも、石垣や、 井戸、土塁等が存在しており、標高も高くないため、中世の山城としては探索しやすい場所である。現在は、宍戸神社が建っており、その後竜城の真下を、国道54号線が通過している。五竜城の石垣屋と五竜城を築城した宍戸氏は、源の頼朝の御家人である、八田地下の子孫である。八田地下は、鎌倉幕府で養殖を務め、 日立国や下谷国、秋国に所領を得た。その八田地下の四男、八田家政が日立国獅子堂を本拠としたため、獅子堂を名字とする。統治初期は大官による秋国支配を行っていたが、獅子堂長官は鎌倉時代末期に秋国公立僧に下校して土着し、ここに秋獅子道氏が始まった。秋に下校した直後は近隣にある柳ヶ城を居城としていたが、 南北朝時代に五竜城を築いて移った。この時、水が不足したため、五竜王を勘定して祈願したところ井戸水が湧き出した。これを大いに喜んだ、四首都長官は城を五竜城と名付け、五竜城は四首都市の居城となる。戦国時代になると近隣との勢力争いが起こり、四首都市はこの城を中心に勢力を拡大していった。やがて、 毛利氏とも争うようになったが、天文2年、当主、獅子戸高江は、毛利元成と和睦し、元成の長女と結婚した。これ以後、獅子戸氏は、毛利氏の重心として活躍し、毛利氏の勢力拡大に一助なした。慶長5年の関ヶ原の戦いの後、当主、獅子戸元次も、毛利氏の傍聴違法に従い、萩へと去った。そして流城は、廃城となり、 秋市首都市と五流城の歴史は終わりを迎えた。1971年4月30日に広島県の史跡となった。ありがとうございます。